森女子バドです。今回は PRS SE のシルバースカイをレビューいたします。言わずと知れたジョン・メイヤーのモデルですね。非常にかっこいい。 SE からリリースされたのが、ね、2022年らしいんですよね。初回生産分は一発でソールドと、さすがジョン・メイヤーというふうな感じなんですけれどね、色味とかね、いろいろなところがね、かっこいいなというふうな仕様になっております。特徴的なのはね、このヘッドですかね。 PRS ヘッドになってます。まずね、新品の価格なんですけれどもね、13万円を超えております。なので SE としては若干高めな感じなんですかね。通常の PRS とは全然違くて、もうね、見た感じそうです、ストラトタイプな仕様になっております。ご本人ね、かなりこだわって作ったようでして、随所にですね、本人のね、こだわるところがね、見られますよ。最初に持った時に感じたのがですね、若干ね、短いのかなと思ったんですけれども、これね、普通にね、ロングスケールなんですよ。通常のフェンダー規格と同じ長さになっております。PRS はね、独特なね、尺なんですけれどもね、これはね、もうストラトに寄せてるという風な感じですかね。材はポプラで、メイプルのネックにローズの指板で、まあローズもね、近年ものなんで、ちょっとね、薄めな感じがしますね。メイプルはしっかりしたカチカチな感じになっております。若干太くもないですかね。ネックにね、角度がね、あるのでスカーフになってるんですよ。このね、スカーフもね、独特、見えますかね、ちょっと見づらいかな。通常のスカーフよりもね、こうね、長い感じでジョイントされてるんですよね。まあ、接着面がね、大きいんで、通常のスカーフよりはね、強度はあるんじゃないかなというふうな感じがします。裏にはインドネシアアンダーライセンスフォー PRS ギターと書いておりますので、これインドネシア製ですかね。まあ、このシルバースカイのですね、ヘッドなんですけれども、通常のね、 PRS とはね、ちょっと逆になってるっぽいんですよね。これもね、ご本人のこだわりというところと、あとね、やっぱりハイフレが弾きやすいように、ここはね、えぐれてるんですよ。ストラトのね、ここを深くするっていうのはね、結構画期的ですよね。で、 PRS のオリジナルピックアップ3つ、シングル3つにボリューム、トーン、トーンとなってるんですけれども、これね、リアがね、トーン聞くようになってるんですよ。なので真ん中のトーンはセンターとフロントが一緒になっていると。リアにトーンをつけると、やっぱね、ちょっとね、キンキン感がね、なくなる感じがして、使いやすい音になるんですよね。まあ好みかと思うんですけれども、後ほどね、音は聞いていただきます。でジャックにもね、こだわっているようでして、まあブリッジは PRS オリジナルなんですが、こちらね、2点になってます。ご本人はね、6点っぽいですね。なのでこれは SE のオリジナルという風な感じでしょうか。裏のプレートご覧いただきましょう。シルバースカイジョン・メイヤーと書いております。で、まあ最初にお伝えした通りですね、まあこの尺がね、若干短く感じるのは何だろうと思って、通常のね、ストラトタイプとちょっとこう比べてみるとですね、ナットの位置を合わせるとこんな感じで、ジョイント部分がね、若干やっぱね、深いんですよね。ちょっと PRS の方が下に来てる感じ。ここがちょっとやっぱ体に近い印象を与えるのかなというふうな感じがしました。いや、非常に軽いです。これはね、3.1 キロでしたよ。ペグはですね、質が悪いわけじゃないんですけれどもね、結構硬いなという風な印象でしたね。まずは生音いきましょう。やっぱしっかりネックが鳴ってる。めっちゃストラトって感じじゃないんですよね。ちょっとやっぱね、 PRS らしさがね、混じってるというか、コテコテのストラトとはちょっと、違う感じ。なんだろう、ちょっと初めてな感じっすね。まあでもね、ふっくらした中にもシャープ感が感じられる、非常に期待できるサウンドなんじゃないでしょうか。
結構ねフェンダーからねこの PRS のストラットタイプにね乗り換えてる人たちが今増えてきてるみたいなんですよね。やっぱそれだけいいんでしょうね。最初見た時はねこのねヘッドに違和感があったんですけれども、ジョン・メイヤーが弾いてるのを見てるとね逆にかっこいいなとすらね思えてくるのがねまた不思議なとこっすよね。テンションは結構緩めな感じなんで若干ね太めなゲージの方がねいいんじゃないかっていう風な感じはしますね。ではリアからいきます。輝きながらキラッとしながらも暮らしてるし、リアのキンキン感はやっぱない。非常に音作りしやすそうな使いやすいサウンドしてますよね。あやっぱいいっすね。これストラトのねリアにトーンはねやっぱアリスちょっと温かみが出ますもんね。ミックス、あこのブリンクドいいですね。このブリブリ感がセンター。おお、なんか独り立ちしてる感じ。全然いけるなこれ。やっぱね、ネックしっかりしてます。非常にいい材を使ってるんでしょうね。でフロントミックス、おお、フロント側だけどちゃんと粒っていうかコリンとしたところが残って。オフにはならない。あ使いやすい感じですかね。膨らみ具合がやっぱねこのシルバースカイの一番の魅力なんじゃないかなと思うんですよね。やっぱねご本人もねミックスは多用しますもんね。ちょっとリバーブを深めにかけて、フロント側のやっぱいいっすね。うん、あ2点だからね柔かいっすね。4本バネはついてる。フロントいいっすね。うん、PRS のねこのねピックアップね実はめっちゃいいかもしんないっすね。
まあ、フェンダーのヴィンテージにね全く寄せてないっていうところね、これもねまたいいとこっすね。もうヴィンテージに寄せるのがなんか正義みたいな時代にちょっとねなりつつあるんで、こういう新しいっていうのはねいいっすね。でも歪み、おー結構ねバイト感、クリーンの時のねふっくら感というよりはどっちかというとバイト感の方が目立つ。なりすぎなくて、やっぱ音作りもね非常にしやすい印象。ボディバランスが、ね、めっちゃいいんすよね。だからねなんか全然疲れない、なんかね絶妙な感じなんすよね。使いやすいという風な印象でしょうか。まあ中でもやっぱね、ここはめっちゃいいんじゃないですか。フロント側のミックスですね。という風な感じで今回は SE のねシルバースカイをレビューいたしました。いかがでしたでしょうか。まあ非常に魅力的でいいなという印象です。まあスカーフジョイントだったりとか、ところどころねやはりコストはカットしなければならないような、まあ SE なんでねしなければならないんですが、サウンド面ではもう妥協なしという風なところだと思います。今はねインドネシアの信頼性はねめちゃめちゃ高いですからね。これ鳴らしたらね結構ね衝撃的なんでね、ぜひぜひ一度はですね手に持っていただきたいなというふうなところでございます。現在千葉管楽器にありますので、ぜひぜひお越しください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。